こんにちは、料理教室のボンちゃんです。今日はスーパーで手に入る材料を使って絶対に失敗しないモッツァレラチーズの作り方をご紹介します。まず材料の説明です。低温殺菌牛乳、お酢、お塩。初めて作る方は 500ml の牛乳で作るのがおすすめです。詳しくは概要欄をご覧ください。ボウルにザル、キッチンペーパーをセットしておいてください。そしてゴム手袋があると便利です。熱いのが苦手な方はこの手袋の下にもう1枚手袋をはめてください。私は手の皮が熱いのでこれで大丈夫です。まずお鍋に牛乳を入れて温めます。均一に温まるようにたまに混ぜてください。触ってみてお風呂の温度ぐらいになれば火を止めます。お酢を入れます。透明のホエーが出てくれば OK です。これでザルにあげていきます。取り出したホエーを鍋に一旦戻します。これを火にかけておきます。こちらの塊の部分はひとまとめにします。ホエーが沸騰しそうになったらチーズをそーっと戻します。そのまま沸騰させないように弱火で5分ほど加熱してチーズを温めます。そうしましたら再度ザルに上げていきます。クッキングペーパーは引かなくて大丈夫です。ここにお塩をパラパラっと振りかけます。手で持ってギュッギュッと折りたたむようにしてこねていきます。チーズの温度が低くなると滑らかになっていかないので手早くこねてください。こねればこねるほどモッツァレラのむぎゅっと感が増していきます。お好みの硬さで仕上げてみてください。まあ丸くかわいいツルンツルンの頭のようなツルンツルンのボールのようなモッツァレラチーズが完成しました。これを氷水で冷やします。ホエーにはカルシウム、ビタミン、ミネラル、タンパク質などなど栄養がたっぷりと含まれていますので絶対に捨てないでください。冷めたら牛乳パックに戻しておけば使う時に便利です。冷凍保存もできますのですぐに使わない場合はぜひ試してみてください。では切っていきます。この弾力、モッツァレラ、モッツァレラ、モッツァレラ。では早速試食してみたいと思います。いただきます。うん、塩味と酸味が程よく効いていてクリーミー、とっても美味しいです。温めてもしっかりと伸びがあります。硬さや塩味を自分好みで調整できるのが手作りモッツァレラの魅力です。ぜひ作ってみてください。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは料理がもっと楽しく楽になる料理術をレシピとともにお伝えしています。この投稿が参考になりましたらいいねボタン、チャンネル登録、コメントよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いできるのを楽しみにしています。ご視聴ありがとうございました。